めなさい。でもここは譲れないんです。私、井伊直虎と言います。悩んでる時、よくこの箱の中で考え事をするんです。この鎧と箱、直平おじいちゃんからもらったのですが、代々井伊家の当主が身につけたものらしいんです。これには歴代井伊家当主の誇りや思いがこもっていて、鎧を着て箱に入ると何か分かってきそうな気になります。当主の務めを果たすのは大変ですが、こうして今日もなんとか乗り切ってます。それでは私はこれで失礼します。当主の務めを果たすのは大変ですが、こうして今日もなんとか乗り切ってます。それでは私はこれで失礼します。親友のおたずちゃんです。遠州を守るために頑張ってる仲間で、地元では椿姫と歌われるほどの人気者なんです。いいお、タズと申します。いつも直虎がお世話になってます。大したものではございませんが、お茶をお入れいたしますね。やっぱりおタズちゃんのお茶は最高です。遠州のお茶とおタズちゃんにかなうものなんてないです。いつもご迷惑ばかりおかけして。大したものではございませんが、お茶をお入れいたしますね。そんなことはありません。おたずちゃんの入れたお茶は絶品なんですよ。やっぱりおたずちゃんのお茶は最高です。遠州のお茶とおたずちゃんにかなうものなんてないです。実はセナちゃんが、あ、私の親戚なんですが、吉本様の姪で、今は家康様の奥さんなんですけど、信長さんによく思われていないみたいで、ひどい扱いを受けていると相談されたんです。信長さんが今川嫌いだからといって他の家のことに文句つけてくるのっておかしいですよね。自分もいろいろありますし、政治はもろもろ複雑だって分かってるんですけど、どうも納得いかなくて。すみません、いつも愚痴聞いてもらっちゃって。あなたと話せて少し気が楽になりました。あのこれからも困ったことがあったら相談乗ってもらってもいいですか？ありがとうございます。辛いこととかあったらすぐあなたに相談させてもらっちゃいます。自分もいろいろありますし、政治はもろもろ複雑だって分かってるんですけど、どうも納得いかなくて。すみません、いつも愚痴聞いてもらっちゃって。あなたと話せて少し気が楽になりました。あのこれからも困ったことがあったら相談乗ってもらってもいいですか？そんなこと言わないでくださいよ。
その家康様の鷹を逃がしちゃったんです。はう、やっぱりそうですよね。私お仕置きされちゃいますよね。いつもいつもすみません、私なんかのために。あ、もしかしてあれ、家康様の鷹さんかもです。早速捕まえちゃいましょう。鷹さん、お名はちょうだい。すみません、私なんかのために。あ、もしかしてあれ、家康様の鷹さんかもです。早速捕まえちゃいましょう。鷹さん、お名はちょうだい。戦場に市場は無用って言われてて。